はい、始まりました。聞こえますかね、皆さん。大丈夫ですかね。はい。青岡、ステイホーム週間、1日目です。お、早いよ。まだ早いぞ。出たがりだな。ということでですね、矢島昭一選手会長、面白かったですね。僕も見てましたけど、ガヤ入れときましたけど。それから、まあ、ヨッチゲストに、そして森重昌人。ちょっと途中から話僕聞けなかったんですけど、いろんな話、話題が出たんじゃないかなというふうに思います。この時間を、聞いていただいたり見ていただいて、少しでもね、ちょっとこう、憂鬱な気持ちだったり、もどかしい気持ちが、なくなって、つながってる感覚を持ってもらえたらな、というふうに思い、本日ですよ。ナオズはオープンしました。もうね、これバックボードも、スポンサーさん、皆さん、お花いただいてますから、お花こう飾れませんけど、もうすごいですよ。お花の匂いもプンプンしますからね。はい。もう、開店ということで、皆様から、楽しみにしてますというふうに言われましたんで、今日は盛り上げていきたいと思います。ちなみにナオズバーはまた、後日もあるので、ぜひお楽しみください。で、僕ばっかり話してしまうといつもインスタライブでもそうなんですけど、時間がなくなってしまうんで、さまざまなゲストをですね、お招きして、そして、まあ、サッカーのこともそうですし、今の現状であったりとか、まあ、そういった思いをぜひ話を聞いていきながらですね、楽しい時間にしていきたいなということになります。で、なおずばなんで、皆さん、お家で自分の好きなジュースやお酒や、目の前に、準備してもらって、セルフサービスになっておりますので 僕が提供することができないんですけど 皆さんもぜひ好きなお酒、ジュースを持って、楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい。ということで、ゲストお二人お呼びしましょう。どうぞ。おお。拍手。小高、早かったね、出んのね。なんか、ミスっちゃいはい、本日のゲストお二人、中村おたこせん、ほた、ほたこっちゅった、言っちゃったよ。ほたか選手、そして、今野和也選手です。ありがとうございます。テンション低いな。お願いします。それはね、まあ、俺が、引き出していきたいと思うんで、お二人ともよろしくお願いします。お願いしまはい。す。いろんなこと聞いちゃいますよ。はい。じゃあ、ちょっとお二人に聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、今、現状どうですか？二人は。まあ、じゃあ、ホタルから行こうか。そうですね、まあ、厳しい状況が続いてるんですけど、まあ、こういう時こそ自分に何ができるかってとこに、まあ、焦点当てて、まあ、再開したときに100%の力で皆様にお届けできるように努力してます。はい、ありがとう。ポンちゃんどう？僕もそうですね、サッカーできないのはすごい今寂しいんですけど、まあ、その家の中とか家の周りとかで、そのできるだけ体を動かして、再開したときにいいプレーができるように、できる範囲でしっかり準備してやってます。2人はあれだっけ？ずっと家に1人？彼女はい。がいますなんてね、一緒に住んでますなんて、まあ言わないだろうけどさ。一人っていうことだよね。自分だよはね。寮にずっといます。ああ、そうだね。ポンちゃんも寮。僕は実家に戻ってます今。ああ、そうなんだね。そっかそっか。そうか。じゃあまあね、寮だったら選手に会うこともあるし、ポンちゃんだったら家族と一緒にいる時間っていうことだね。まあ、そういうような中でね、自分のことを見つめ直して今できることっていうことで、まあなんか選手たちもさ、あれでしょ、時間を合わせて、こういった形でこう画面並べて、今こういうトレーニングしてるよとかってやってるでしょ。そうですね。そうですね。誰がそうやってんの？きっかけになったりとかさ、アクションを起こしたりとかっていうのは。やっぱり、キイチ君とかは積極的に来てくれて、呼びかけとか、自分たちに対しての呼びかけとか、発信っていう部分でもやってくれてて、
やってくれてます。うん。やっぱそう、こんちゃんも、キイチ。そうですね、キイチくんはすごいいろいろ声かけてくれたりしてくれてるんで、うん。これありがたいですね。そうだね、いろんな形で選手会とクラブとはさ、一体となって、T シャツをね、作ったりとか、そういうアイディアをみんなで出し合って、今や。どういうことができるのかっていうのをね、しっかりやりながら、でも自分たちにやるべきことも変わらずにこうトレーニングを続けていって、モチベーションはね、結構大変だと思うけど、まあ、待ってくださる皆さんいるんで、ぜひこう引き続き続けてほしいなというか、もっともっといい価値をね、みんなでこう作っていけたらなというふうに思うんですけど、せっかくなんで2人の話を一人一人こうちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、まあ、穂高は横須賀出身で僕と地元が一緒で、で、マリノスのジュニアユースオッパマ、はい、で日大藤沢で明治大学を経て FC 東京加入してくれましたけど、まあ、開幕スタメンだったじゃん、はい、なんかそのあたり その加入してそして開幕スタメンまで その流れとかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、流れは加入して流れですか、開幕までの、はい、まあ、あとは開幕の時の気持ちだったり、そうですね、やっぱりキャンプからプロの世界というものに入って、まあ本当に一気に周りの環境も変わったし、周りの選手たちのレベルも変わって、本当に最初はもうついていくので必死な状態だったんですけど、まあその中でも何て言うんですかね、自分のできることとできないことをちゃんと把握して、まあなんていうんですか、分析してちょっとずつ積み重ねてた結果が、まあ、開幕のスタメンに、まあ、いろいろチーム事情はありますけど慣れたのかなと思ってて、そうですね、開幕の時はやっぱりもうめちゃくちゃ正直緊張してましたね、緊張してて、でもなんていうんですか、観客席の皆さん見た時に、ファンの皆さん見た時にやっぱりすごい、そこで初めてプロとしての実感が生まれたっていうか、なんか、あ、ここまで習った同時に、なんか、責任感がより芽生えましたね。現地で俺も見てたけどさ、やっぱりね、はい、開幕でしかもね、スタメンで初出場してさ、やっぱリズム乗るのも難しかっただろうしさ、新しいことを今、FC東京としても試している中で、その中で立ち位置も違ったじゃん、右サイドと左サイドで。はい、でそういう中で、やっぱ守備でこうリズムを作って、そこからこう、なんか守備で、なんだろうな、みんなのこう攻撃へのスタートにしたというかさ、なんかそういうような印象があって、すごいなんかこう、いろんな感情が多分あったんだろうなとか、でも やり遂げたこう、なんか自分のやりがいというかね、こう、一つ乗り越えたとか、こうスタートできたっていう部分はすごいあったと思うんだけど、まあ、こんちゃんなんかは、そういう部分でいうとこう、どうだった、その、同期がさ、そういった形でこう開幕スタメンでデビューするっていう姿を見て。まあ、そうです。まあ、同期で、まあ、嬉しい気持ちもあったんですけど、まあ、やっぱ自分はスタメンではなかったので、悔しい気持ちもあったんで、まあ、その両方の気持ちがありました。まあ、でも、そういう部分で、こんちゃんもさ、昨年から J3 出たりさ、まあ、ACL の方もだったり、うん、試合はね、FC 東京のメンバーとしても出てたわけじゃん。はい。まあ、そういったところと、その J1 で出た時の違いとかっていうのはどう？やっぱり、そうです。去年は J3 何試合か出てたんですけど、やっぱり ACL とか J1 ってなってくると、レベルはやっぱ高いし、あの試合見に来てくれているファンやサポーターの皆さんもすごい多いんで、また雰囲気とかも違って、また去年出てた感覚とはなんか違う、いい、なんて言うんだろうな、なんかすごい人数も多くて、なんか緊張とかもすごいあったんですけど、まあ自分がいいプレーとかした時は、すごい褒めてくれたりとか、拍手とかしてくれたりして、そういうのすごい嬉しかったです。なんかその、プロの選手としてピッチに立つ責任と喜びと、であとはね、同期で入ればシュートもさ、そうですね、まあ、同じような形いるしさ。まあ、その3人とかで特に多分会話をすることが多いと思うんだけど、普段どんな話をしてたの？まあ、今だとちょっとね、まあ、連絡取り合うことももちろんあると思うけど、どういうようなこう話をしてるの？
そんな話。たわいもない話。たわいもない話っすね。そうですね。まあね、シュートもね、すごい、あの怪我があってさ、まあ、開幕っていう部分では難しかったけど、立ってもおかしくなかった状態だったしさ、立場だったしさ。本当にそういう大学入った、卒業してすぐにそういう選手たちが即戦力で、こっちも引っ張ってくれるっていうのは、今のね、いるベテランの選手たちも刺激になるし、本当にこれから、そういった若い選手たちの力って、すごい必要になってくると僕は思ってて、まあそういう中で、今の状況を迎えたわけじゃん。実際どうだった？自分の中でもこう感覚的にすごい多分2人も良かったと思うんだよね。そういう中でこういう状況になったっていうことに関しては。自分は逆に今のこの時間っていうのはすごいプラスに捉えることができてて、まあ、それっていうのはやっぱりサッカーっていうものから、まあ、いい意味で今は離れてる状況の中で、なんていうんですかね、またなんていうんですか、自分の中での自分と向き合う時間が増えた中で、やっぱりこれから先どういうサッカー選手になりたいとか、まあ、っていう部分をもう一回ここ自分の心の中とを見つめ直す機会ができたので、まあ、そういう意味では本当にいい今の時間をプラスに過ごせてるかなと思います。うん、こんちゃんどう？僕はそうですね、コンディションが結構良かったんで、まあ、正直あの試合をやりたかったなっていう気持ちはすごいあったんですけど、まあでもこういう状況になってしまったのはしょうがないので、まあ、最初は少しちょっと沈んでたっていうか、試合したかったなみたいな気持ちはすごい大きかったんですけど、まあ少ししたらもう切り替えて、まあ穂高と同じようにこの再開した後にしっかり活躍できるように自分が何をすべきかだったりとか、自分を見直すいい時間になったので、そこは今はもうすごいプラスにポジティブに捉えてできてます。なかなかね、こういう状況っていうのは今までね、誰もが感じたことがなかったり経験してないんだけど、サッカー選手ってやっぱり試合に出られなかったりさ、怪我をしたりとかでさ、自分を見つめ直す時間ってすごいあるじゃん。でそういった調子がいい中で自分を見つめ直す時間があったっていうのは、俺の中ではすごいプラスだと思ってて、自分もそういう経験してきたし、そこで多分ね、イメージは昔の、その自分がいい時のイメージを持つけど、じゃなくてなんかもうそこからさらに上のレベルアップを今の経験を通して生かそうとかさ、多分昔に戻るというよりはね、新しいこう自分にまたなれるっていうチャンスだというふうに思えるかどうかって、すごい、なんか2人の話聞いてて、聞いててもさ、そういったようなことも感じるし、まあ、その熱をこう発し続けてほしいなというふうに思うんだけど、2人のその、まあ、どこで出会ったのかっていうのは一番最初にわからないんだけど、穂高から、まあ、こんちゃんから穂高の流れにだけど、2人のその第一印象というか、まあ、大学でこうね、切磋琢磨してきた部分もあるし、どういうようなところで知って、で、今チームメイトで一緒にやってるけど、お互いのその印象っていうのをね、聞かせてもらえたらなと思うんだけど。そうです。自分が最初に多分和也と会ったのは、大学3年の夏の全日本選抜で多分一緒になったのが、まあ関わったのが初めてで、でも。あ、日富士で、こんちゃん、ブナン。あ、日富士じゃないです。イメージ、大学。あ、大学？はい。ああ、大学3年？大学3年か。3年の夏ですね。そこで話したりした関わりを持ったのはそこが初めてで、まあでももう和也って言ったらもう1年生から法政大学でバリバリ試合に出てて、まあドリブルがもう和也止めれる人は本当にいなくて、もう大学サッカーの中でももう際立つ存在だったんで、まあ本当に誰でもが知ってる選手だったんで、まあ本当にもう試合見てて、カズヤ、法政大学の試合を見てて、本当に楽しかったし、やっぱりカズヤ個人のドリブルっていうのは本当に相手にいたら本当に嫌だし、見てて楽しませてもらえるし、ってずっと思ってましたね。脅威でもあったってわけね。脅威でもあり、敵ながらそういうなんかこう楽しさを、そうですね、満たせちゃうようなプレイヤー。こんちゃんはどう、逆に、穂高に対して。そうですね、あったのはその3年の全日本の時で、
サイドで一緒に組むことも結構多かったんで、ホテガは右サイドバックで、僕が右サイドハーフで組むこともあったんで、結構話したことなかったんですけど、試合とか練習とか重ねていくうちに結構コミュニケーション取ったりして、すごい僕がそのやりやすいようにホテガやってくれるんで、すごいやりやすい選手だなって思ってたのと、あとは本当に対人がめちゃくちゃ強いので、本当に明治の試合を見てるときは、あの明治と筑波の試合が僕は一番面白かったんですけど、見てるのが、うん、あのフロンターレに行った三笘選手、三笘薫選手と、うん、いい選手だね、うん、小高のあの1対1を見てるのが本当に面白くて、それはめちゃくちゃ楽しみでしたね、いつも見るのが。おー、なんかイメージできるね、でもそこの中でバチバチしてる感じも、めっちゃ面白いです。で、今チームメイトになってさ、うん、一緒のね、またこう後ろにオタカがいて前にコンちゃんいてっていう縦の関係も作れる時ももちろんこれからあるだろうしさ、うん、そういう部分でこう入るきっかけというかさ、二人が話揃えて入るとかじゃないじゃん。最初にコンちゃんがさね、強化してでいてとかさ、試合出てとかさ、まあそういう姿見てホタカも多分刺激を受けてたんだろうけど、なんか結果的に自分が判断した部分で市東京に入っていったのか、それとも入る前からそういう話をお互いにしてたのかってすごい気になるんだけど、例えばシュートとお互いだったら明治大で、ね、やってるからさ、そういう話はすると思うんだけどね、なんかそういう話とかしてたのお互いに。いや、全くしてなかった。全く、はい、ない。あ、そうなんだ。ですね。まあ、そういう部分で言えば、自分たちが、自分個人がやっぱりいろんなその、ね、人と会って話したりとか、こんちゃんだったら練習参加してみたりとかで、まあ、決意、チームに入団するっていうことを、まあ、自分が決めたっていうところなんだと思うんだけど、その FC 東京への印象だったり、その決め手となったのはどういうところなのかな、まあ、穂高から聞くけど。自分の FC 東京の決め手っていうのは、もう本当に。もう正直に言うとオファーを もらった時にもう即決だったっていうか、うん、だからなんかもういろんなチーム見てたとか、見ててその中で東京がいいと思っててオファーが来たから決めたとかじゃなくて、もうなんていうんですかね、もうオファーをいただけた時にもう即決だったんで、うん、なんていうんですかね、そういう感じです。なんかちらっと聞いたんだけどさ、オタカなんかはさ、なんか自分がサッカー選手になれると思ってなかったみたいな感じで話聞いたんだけど、そういう感覚だったの？いや、まあサッカー選手になれると思ってなかったっていうか、まあ最初からサッカー選手っていうのにはあんまり なろうと思ってなくて、サッカー選手にはっていうものにはなんていうんですかね、なろうと思ったことがなくて正直、うんうん、まあそれで、なんで、まあ、いろいろ、まあそうですね、ずっと就活もしてましたし、うん、内定もいただけてて、うん、本当に夏、大学4年の夏前まではそっちに行くはずだったんですけど、まあちょっといろいろありまして、うん、はい、サッカーの道に進みました。面白いね。俺はほら高校卒業してね、自分が J リーガーになるっていう風に思ってやってたからさ、まあ俺もそういう風なことをね、言ってもらえるためにどうしたらいいのかってやってきたけど、まあ大学なんかで言えばね、いろんな選択肢とかさ、もちろん大学からプロになれる選手も一握りの中で、きっとサッカーのやりがいだったり、そのサッカーがいろんなところでつながる力っていうのをね、きっと大学生は本当にあの、それは俺ら、例えばユースとかさ、高校生とかがさ、また感じていない世界を4年間積み上げてやる素晴らしさでもあると思うんだけど、こんちゃんはどう、実際自分が FC 東京に加入する理由になったりとか、 FC 東京へのイメージとか。僕は練習参加を した時に本当に質が高くて、ここだったら一番成長できるなっていうのを感じたのと、あと僕はあの攻撃的な選手なので、ディフェンス陣の選手に代表クラスの選手がいっぱいいたり、その J でもトップクラスの選手がいっぱいいる中で、練習からその選手たちとマッチアップ
できるっていうのはすごい自分の中でプラスで、まあ、この選手たちを完璧にかわせるようになったら J のチームある程度どこの選手やっても勝てるなっていうのを感じたので、練習からそのすごい選手たちとマッチアップできるっていうのは一番の決め手にはなりました。なるほどね。まあ、ちょうど自分がさ、ほら、引退して、で、当時で言ったら強化部で羽生さんがね、いて、羽生さんとなんかよくコミュニケーション取ったでしょ？はい、取りました。ね、二人とも。はい。どんなこと言われるの？ニューさん、どんなこと言うの？言える範囲でいいけど。どんなこと？あの人がどういうアプローチをしてくるのか、していくのかっていうのはすごいさ、どんな言葉を、投げかけるのかなとか話すのかなとかすごい気になるんだけど、でもどう小高。そうですね、やっぱり羽生さんはやっぱりなんか他のスカウトの方々とはちょっと違くて、うん、なんていうんですかね、やっぱり自分来てほしい、なんていうんですかね、なんて言えばいいんだろうな。まあ、多分あれなんだろうね。人と違うんだろうね。そうですね。感じ的に。うん。すごい、なんていうんですか。自分の意見をすごい聞いてくれたり、うん。やっぱり自分、最後は穂高がどうしたいからだからっていう、そこの自分の気持ちっていうのを本当に一番大切にしてくれてて、うん。話は親身になって聞いてくれたのが印象強いですね。なるほどね。あの人はね、いろんなスカウト人がいてさ、いろんな選手に多分声かけてたりすると思うのよ。興味があったりとかさ。まあ、こんちゃんもさ、まほたかももしかしたらそういう風な形でいろんな人に声かけられたと思うけどさ、あの人はなんかスカウトを試合見に行っても、スカウト人って結構ね、いろんな話をこう、周りと共有してとかっていう、一緒に見ながらとかっていうのがあるらしいんだけど、あの人は群れないって言ってたからね、自分で。はい、そうですね。うん、そこで群れてたら試合見れねえし、みたいな。そういう感覚を持ってたり、まあ、あの人は本当に人に対してもそういうようなね、接し方もするし、親身になってっていうのはすごい感じるよね。やっぱそういうところの、クラブとしての魅力って、クラブとしてのそういうサッカーもそうだけど、どんな人がいるのかとかもすごいやっぱ考えるもんね。はい。うん。こんちゃんなんかどうなの？先に、いろんな人と多分さ、はい、コンタクト取ったりとか話したりしたと思うんだけど、羽生さんが何言ってたかとか覚えてる？そうです。まあ、本当に親身になって、話をすごい聞いてくれてたのと、あとは、なんていうだろう、うちに来い来い来いっていう感じじゃなくて、その、選手として、うちに東京に来てくれれば、絶対成長させる、なんていう環境を絶対に作り出すし、みたいな、そういう努力をするって言ってくれたのが、すごい印象的だったんで、そこはなんか他のスカウトの方とは違うアプローチの仕方っていうか、うん、なんかその言葉は印象に残ってます。なるほどね。今その自分がじゃあ選手を取ることっていうのが仕事でもあり、そういうコミュニケーションを取ることも大事だけど、でも自分もやっぱり成長して一緒にこう成長していきたいというか、クラブが成長することによって2人の成長にもつながる。だから俺はこういうふうに成長したいからとかするからとかっていう話もしたってことね。そうですね、そういう話も少しされました。おお、まあそんな話をしててさ、ニューさん、また新たなステージに行ったじゃん。覚えてる？羽生さんのどんな職に就いたかっていう名前、覚えてる？ほだが。クラブコミュニケーターです。それ俺だ。あ、よかったよかった。その方がイメージ強いっていうことだから、ありがとうございます。クラブナビゲーターです。そうそうそう、ナビゲーター。ナビゲーター。こんちゃんしてた？いや、なんとなくは。なんとなく、そうだよね。はい、いやいや、ほら、今何してるかっていうのもさ、正直言えばさ、ね、なかなか今の状況で会えなかったりとかもするしさ、まあ、まだなって間もないんで、まあ、要するにクラブをナビゲートしていくんですよ。そうっす。クラブをいい方向にその導く、だから2人に言ってた、まあ、こんちゃん言ってくれたけどさ、こんちゃんが、今話をしてくれた、やっぱクラブが成長して選手たちも成長していくし、選手の成長がクラブの成長につながるってことを、まあそれを今新たな立場でこうチャレンジしてるというかね、まあそういう
人なんですけど、まあ、羽生さんのことをこんなになんかいいように言ってどう、まあいい人なんですけどね。今度会ったらいじってあげてください。どうナビゲートしていくんですかっつって。まあでも、すごいな、面白いな、いろんな話を聞けると、ちょっと深掘り、ね、2人の表情っていうのもそうですけど、ちょっとサッカーの話もだったんで、ちょっとプライベートの話も聞きたいんですけど、まあ、外に 出られた期間だったりとかさ、ほら、今までの生活の中で、なんか自分の趣味とかさ、こういうことを大事にしてますよっていうことがあったら教えてほしいんだけど。趣味ですか？うん。まあ、最近、やっぱり、時間を、こういう期間だとやっぱり時間があるんで、うん、やっぱりこの時間っていうのをいかに有効に使えるかっていうとこは、本当に大切にしてて、まあ、そう考えたときに、まあ、今は読書っていうのをすごいしてて、おお、いいね。やっぱりいろんな、この期間にいろんな価値観だったり、考え方だったり、まあ、そういうものに触れることで、やっぱり自分の考えと照らし合わせたり、まあ、いろんな物差しが増えるんで、まあ、そういう意味では、本当に、うん、まあ、読書っていうのはいいものだなって思いますね。昔から本読むの好きだったの？いやー、まあ、昔は、そう、三日坊主になってたんですけど、正直。うん、まあ、今は本当に、うん、いや、今は本当に違って、もう本一冊からいろいろと学べるもの、ちゃんと読むとやっぱりいろいろ学べるものもあるんで、うん。まあ、はい。そうだよね。まあ、読書で言ったらきっかけになったのか、もう全部読んだのか分かんないけど、俺の素直。いや、もちろん読みましたよ。イエス。けどね、ありがとうございます。感想はね、またゆっくりね、2人で話したいなと思いますけど、こんちゃん読んでくれた？素直。あ、まだなんでこの期間に読ませていただきます。強制じゃないから。でもこんちゃんはね、本当俺タイプ的にも似てる選手だと思っててさ、まあ、サイドでこうねガンガン仕掛けるっていうこともそうだけどさ、まあ、そういう部分を、こんちゃんにも期待してるんだけど、こんちゃんはどう？実際、普段のその、今の生活もそうだけど、もともとこういうこと大事にしてたとか、趣味にしてるとかっていうのは。最近はちょっと僕もほたかに影響されて本を読み始めました。おー。一緒のような本を読むの？あ、一緒。ほたかがなんかどういうのを読んでるかわかんないんですけど。ああ、でも本読んでるってことを知って、自分も本読んでみようかなみたいな。時間もあるし、ちょっと勉強してみようかなっていうので本を読み始めて。へえ、そうなんだ。本は何？どんな本読んでるの今？今読んでるのは成功する人は逆に考えるっていう、うん、やつを読んでます。成功したら逆に考える、成功する、うん、成功する人はなんか物事を逆に考えるみたいな、うん、おー、なるほどね。結構読んだの？もう読み終わったの？あ、いや、まだ結構最初の方っていうか真ん中まで行ってないぐらいなんですけど。へえ。やっぱ考え方とは違うもんなんだ、自分と照らし合わせて。そうですね、なんか自分にない、なんて言うんだろう、想像力っていうか、なんか自分にない観点を、うん、そういう本とかで学べるんで、うん、すごいなんか面白いなって最近感じてますね。まあじゃあ、そういった本を読んで、またね、普段の日常で実践してみる機会を自分で作ってみたりとかね、なんかいろんな、はい、多分、刺激を受けるんだろうね。まあ俺も本好きだから読んだりもするしさ、特に移動時間とか結構あるじゃん、ほら、試合とかさ。ない時に、ゲームやるのも大事だし、大事っていうかコミュニケーションね、みんなでそうやってやるのも大事だけどさ、なんかやっぱ本読んで、自分をこう、深掘りしてほしいなっていうふうに思うんだよね。だから、素直はしっかり読んどくように。はい、読みます。まあ冗談として、ね、ちょっと今見てくれてる方がどれぐらいいるかってちょっと俺分からないんだけど、なんかね、質問が来ました。残りもね、多分15分ぐらいだと思うんで、ぜひ質問にも答えていきたいなと思うんですけど、まあちょっとさっき話してた部分もあるかもしれないけど、その大学時代に外から見て FC 東京がどのように見えたかと、あとは実際に印象だよね、FC 東京に入ってみて
まあ、こうやってきてる中でこう感じたことだったり違いとかであったら教えてほしいなって来てる質問が。自分からですか？うん。外から見た印象は、外から見た印象はもうなんかタレントがもういっぱいいて、で、もうなんか強いっていうイメージが本当に漠然ですけどありましたね。うんうん、この自分が FC 東京に加入するって なるまであんま試合とかは見てなかったんですけど、そういう印象はあって、でもいざこうやってプロの世界に入って中から FC 東京を見れると、やっぱり J1 のなんていうんですかね、上位にいるクラブとしてふさわしいチームだなと思ってて、まあ、なんでかっていうと、やっぱりレベルの高い選手がやっぱりなんていうんですかね、なんて言えばいいんだろう、レベルの高い選手が本当に全力で物事をなんていうんですかね、サボらずやるっていうか、うん、意識の高い選手もいっぱいいますし、まあ、そういう部分ではいざ中に入ってみたらすごいこのチームが強いっていう理由も納得したっていうか、うん、まあ、じゃあある程度こう入る前と入った後でもちょっとこうそういう部分でリンクするというか、なるほどだからこうなんだなって自分のその納得がさらにこう強まったっていう感じなのかね。そうですね、はい。あー、なるほどね。こんちゃんはどう？僕もそうですね、結構代表選手とかを輩出したりしてて、タレントがすごいいい選手がすごいいっぱいいるなっていう印象だったのと、あと健太さんはすごい厳しくて怖い監督なのかなと思っては見てましたね、入る前は。おう、で実際入ったら男だった、水より健太さんは本当に、まあ、厳しいですけど、まあ、その言ってることはなんて言うんだろう、やるべきことっていうか、やらなくちゃいけないことっていうか、基本的なことをまずはベーシックにそこを言ってくるんで、まあ、そこをしっかりできてるチームっていうのはやっぱり上位に、まあ、ほたかも言ってたんですけど、上位にいてふさわしいチームだなと思ったし、本当に選手の質が本当に高かったので、まあ、ここでサッカーできるのはすごい嬉しいことだなって思いましたね、入って。なるほどね。そうか。でも2人のイメージっていうのはやっぱり、あの元々あった FC 東京のイメージがやっぱり同じっていうかね、あのそこにこう入ったことによってさらに、まあ、もっとこういう世界だったんだとか、もっと厳しくやれるからこそ成長できるんだっていうところに多分リンクしてつながってきてると思うんだけど、まあ、今ね、FC 東京に入って間もないっていうのもあるけど、今後のその FC 東京の中での自分の立ち位置というかさ、どういうような選手になりたいかとか、じゃあここから何を目指すかっていうところも多分、こうやって加入して練習する中で自分が目標にしたりとかね、こういう夢があるとかっていうのは持ってると思うんだけど、2人にはそういう目標だったり夢とか、こんな選手になりたいっていうところを聞かせてもらえたらなと思うんだけど、うん、小高から。やっぱりもう一人のプロ選手として、やっぱり自分のがピッチに立ってやっぱり活躍して、まあ、ファンの皆さん、ファンサポーターの皆さんをやっぱり喜ばせたりするプレーをしたいって思ってますけど、まああんまり自分はこれっていう目標を決めてやるタイプじゃなくて、なんか本当に今できることっていうのにすごいスポット当ててやるんで、まあ先ほどの最初にも出ましたけど、まあその開幕スタメンだったんですけど、本当に課題が多く見つかったんで、やっぱり今はそれの課題と自分がどう向き合って成長していくかってところを一番大切にしてるんで、そうですね、まああんまり先は見据えず今できることをやっていきたいなと思ってます。すごいね、ベテランみたいだねなんかね、俺はね、若い時はこの目標でこうだ、いきなりもう10ゴール10アシストするみたいな、それがどんだけ大変なのかっていうことも、ね、
あんまり分かってない中で自分が公言してそこに向かってみたいな感じだったのが、だん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 、なんかそのためにはっていうよりは、今積み重ねてることで、あ、こういう自分になったんだなとか、こういう目標あったけど、こういうふうに達成したんだなとか、なんかそういうふうな変化につながったんで、だから今の感覚を今の年で持ってるっていうのはすごいね、俺は素晴らしいなと思うし、多分そういうこう背景が、自分のストーリーが多分ね、今までの生き方の中であったと思うんだよね。日富士の時にしても、明治の時にしても。そういう経験をして多分今に至ってるんじゃないかなっていう、すごい俺の中で思うんで、まあ、ちょっと今日はね、時間が短いからあれだけど、またそういう話も聞かせてもらえたらなというふうに思います。はい、こんちゃんはどう？僕は、そうですね、まず FC 東京を勝たせる選手になりたいっていうのが一番にあって、まあ、あとは、見てる人たちに自分のプレーを楽しんでもらいたいっていうのは、結構ずっと昔、高校生ぐらいの時から思ってるんで、まあ、その楽しんでもらう武器が僕はドリブルなので、そこをどんどん出して、それがチームの勝利につながれば一番いいと思うんで、うん、そこを目指してやっていきたいのと、まあ、漠然ですけど、代表に入ったりとか、海外に行ってみたいっていうのはあるんですけど、まあ、僕もその一日一日を大切にやって行くことでその先が見えてくると思うんで、その目の前のことに対して全力で取り組んでいきたいなって思ってます。うん、なるほどね。でも感覚的には一緒だね。そういう中でこう今を積み重ねて今後につながる、つなげていくっていうところの感覚っていうのは俺はすごい大事だと思うし、それって多分いい時だけじゃなくてさ、本当に試合出られないとか、ちょっとうまくいかない時でもさ、あの自分を、今の自分をしっかりと客観視してこう積み重ねていくというかさ、そうやって成長してきたっていう多分経験があるから、多分そのスタンスはね、あの年齢以降は変わんないと思う。実際に。自分もそういうような感覚でやってたし、うん、こんちゃんなんかはね、なんかやっぱポジションも近いから、見ててね、今、俺もすごい楽しいしさ。で、やっぱり楽しくやるっていうところが一つキーワードに出たけど、俺も楽しく笑顔でやるってずっと言っててさ、そんな時ばっかじゃないじゃん。そうですね。俺なんてもう、泣いちゃったり、もう、ピッチね、転がっちゃったりとかさ、ペットボトル投げつけたり、砂で蹴ったりとかさ、もう、やばかったんだよ。でもそれがなんか自分の中での正直な思いで熱いでさ、なんかもちろんね、悔しい時は悔しい、嬉しい時は嬉しいってさ、今の子たちは本当になんかそういうところをうまくなんか自分の中でうまくためながら消化しながらできる選手が多いからすごいなと思うんだけど、もうそういうコンちゃんがとかさ、ホタカがさ、うわ、ガーってもうイラついてるつっかとかさ、めちゃくちゃ笑顔になってたり、めちゃくちゃ泣いてたりとかさ、やっぱそういうこう感情が表に出ることでさ、その熱だったりさ、思いっていうのは伝わるから、ぜひそういう2人の今のプレーとともになんかその熱意をさ、こう発信するというか、こうそれが出ちゃってこう感じてもらえるようになったっていうような、なんかそういう選手に俺はなっていってほしいなっていうふうに思うんだけど、まあこうやって俺がね、二人にゲストにして俺がちょっと話しちゃってるんだけど、質問がまた来てね、なんか自分が聞くのも恥ずかしいんだけどさ、まあ俺に対してのそのイメージというか、別に選手の時のイメージでもいいし、今のイメージでもいいんだけど、なんかその話を俺も聞けたらなっていうふうに思うんですけど、そういう質問が来たということで、ちょっと質問したいと思うんですけど。そうですね、まあイメージっていうか、まあ素直を読まさせていただいて、うん、まあ、そういう思ったのはやっぱり心の中にすごい熱いものを持ってて、やっぱり自分の中での芯っていうのをちゃんと持ってる方なんだなっていうのは思ってて、まあそうなんでそう思ったのかっていうと、やっぱり素直を読んでてもやっぱり感情をすごい出してったっていうのが書かれてて、まあ、それはやっぱりただそうやって感情を漠然と出すんじゃなくて、本当に強い芯があるから、なんかなんて言ってんだろう、なんかその、うん、感じで伝わるぜ。なんかうまく言えないですけど、なんかあるなんていう、まあ、本当に熱い方だなっていう。すいません、うまく喋れないです俺。いや、わかるわかるよ。だから熱くなるにしても、感情がこうそこに出るにしてもさ、きっと多分その基準があるというかね、自分の中でね。うんうん、わかるわかる。でも似てるでしょ、タイプ的に。どう、穂高。
自分とですよね。うん、そう。いや、なんか読んでてすごい共感するとこありましたね。うん。そう。だからそれをね、今の年でそれをもう隠さなくていいから。出しちゃえばいいから。うん。だから出し、はい、俺多分今の時代で出してったらやべえなと思うけど、まあまあ、それはお互いのさ、コントロールの仕方があるからさ、それをいい前向きな力に変えてほしいなっていうふうにね。いろんな経験をこれからすると思うので。はい。ポンちゃんはどう？俺のイメージというか、印象ってある？そうですね。まあ、ポジションとかプレースタイルも結構似てるのがあったんで、まあ、大先輩だなっていうのと、あとは、そうですね。動画とか、昔のちょっと前の動画とかで感情出してる動画とかも僕を見たことあって、すごい熱い人だなっていうのは感じてましたね。あとは、スタジアムに入った時とかにすごい笑顔で迎えてくれるので。ああ、今ね。はい。今年とか。まあ、それはなんか、あれでちょっとリラックスできるっていうか。あ、そう。ありがたいっす。おー、それ言われたことなかったわ。なんだよ、こいつ今から試合するのにニコニコしやがってって思わなくてどうしようかなと思ったけど。よかったよかった。まあでも本当になんかそういう部分で試合に入っていくときのいろんな表情は俺も見るわけよ。うん、あ、緊張してんのかなとか、今まで多分練習してきたことを、まあ、力として発揮するタイミングの時でさ、まあ、この間で言えば穂高だったらさ、開幕スタメンという形で来てさ、どういう表情してんのかなとか気になったし、うん、そういう思いをね、やっぱで表情に出るわけよ。で、俺なんか包み隠さず出ちゃうから、そういうような形でなんか分かりやすく俺と会う時にしてくれると俺も声かけやすいかな。でもそういうことなんだよ。自分がそういうような表情してるとファンサポーターの人もね、いやそれは違ってるとかそう思うとかさ、やっぱりはっきりとしたアクションを起こしてくれるから、何考えてるのかなっていうのも一つの魅力ではあるんだけど、でも2人にはなんかそういう表情をこうバンバン出してほしいし、バンバンこうこっちが声をかけやすくなるようなさ、かけたくなるような、なんかそういう人になっていってほしいな、選手になっていってほしいなというふうに俺からのアドバイスです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということでいろいろ話してたらもう時間が本当は45分までで、ね、今43分です。あっという間でしょ、はい、ね、あっという間で、もっともっと話をしたいところなんですけど、ちょっと俺結構インスタライブ やるのよ、はい、暑くなってさ時間が伸びちゃったりしてさ、タイムマネジメントできてないってさ、いろいろ言われててさ、これはオフィシャルだしさ、ちょっとその辺はしっかりしないとなと思ってるし、食事してないでしょ、今日。まだ食べてない？食べてないです。そうだよね。うん。遅くなっちゃったら申し訳ないんで、そろそろちょっとまとめに入ろうかなと思うんですけど、まあ、終わる前にもう一つ、ちょっと一緒に協力してほしいことがあって、まあ、今、ツイッターとかでもさ、医療従事者だったりとか、行政とかさ、あとはその物流関係とか、あとは特に最近福祉だよね。なんかそういったところに対して、JFA の声聞こえる？大丈夫？響いてない？大丈夫です。大丈夫。日本サッカー協会の方で、行ってる、そういう搾取をしてるのって知ってる？ちょっとね、ごめん、俺の声がね、今なんかちょっと響いてる。なんでだろう、聞こえてる？普通に聞こえてます。はい。あ、大丈夫、よかったよかった。なんかそういった形で医療従事者だけではなくてね、いろんなその今最前線で、活動を戦ってくださってる方にその感謝の思いを込めて、ぜひまあ、20時にはなってないんですけど、拍手でその思いを今伝えたいと思います。15分前ですけど、ちょっとぜひ協力していただけたらというふうに思います。まあ、それぞれの思いがあるんで、その思いの中でちょっと僕が止めるまでちょっと拍手を、ぜひ見てくださっている皆さんももうぜひその感謝を込めて、拍手で思いを届けてほしいと思います。よろしくお願いします。思いを込めてありがとうございます。頑張ってくださいって、一緒に頑張りましょうと。はい、ありがとうございます。はい、
いや、終わっちゃいますね、これね。まあ、終わっちゃいますけど、でも、知ってる？ 6 日まで FC 東京は、そういう部分で言ったら、ね、ステイホーム週間ということで、いろんなイベントを考えてますけど、今日見てた？この、やる前に。あ、見てないですね。あ、そう。まあ、モルゲのとヨッチのやつはさ、ちょっと、途中で打ち合わせも入ったから見れなかったと思うけど、コンちゃんどう？見てた？あ、ちょっと森くんの少しだけ見てた。あ、見てた。うん。キイチもさ、面白いことやってたからさ。まあ、明日からね、多分ね、11時からかな。明日は洋次郎が出てくる。洋次郎と、あとね、多分4人選手が出るのかな。洋次郎含めて4人かな。教えて洋次郎さんって言って。トークライブがあったりとか、明日はすごいよ、明日5本立てだから。11時から洋次郎が、教えて洋次郎さんでしょ？13時からは、俺がまた出る。シーズン DVD 鑑賞会って言って、2018年に作った DVD を、まあ、家で一緒にこう見ながら、こう話をするっていうのがあって、その後も16時と19時と21時、計5本あります。まあ、全てをね見るってね、まあ、いろんな、ね、活動されてる方も多いし、家で例えば本読むとか勉強するとかさ、いろいろやってる人たちも多いと思うので、全部が全部っていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、でも今家にいる時間が非常に多い中で、少しでもね、ほたかもそう、こんちゃんもそう、SC 東京のことを考えたりとか、自分がこういうことできるんじゃないかとかさ、いろんなことをこう思ってもらえたり考えたりとか、あとみんなとつながってるよっていう風なさ、思いを感じてもらえるような時間をこういった形で過ごしていきたいなと思うので、引き続きご協力お願いしますというか、一緒にこの状況を乗り越えていきましょう。はい、はい、ということで、まあ、詳しくは FC 東京のオフィシャル のホームページだったりツイッターの方にも記載があるので、ぜひそちらをご覧くださいということで、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、なおずば本日のゲストは中村穂高選手、そして今野和也選手でした。二人ありがとうございました。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 皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。